はい、岸さんお疲れ様です。今回お問い合わせありがとうございます。できればね、一件一件丁寧にお答えしようと思いますので、今回も動画を撮らせていただいております。そうですね、海外サイト、つまりはXM 証券っていうね、証券会社を私が使っているようになります。大枠から言うと、FX をする際証券会社を選ぶことになるんですけども、大きくは国内の日本の金融庁が管轄している FX の証券会社を選ぶか、もしくは海外の証券会社を選ぶかになってきます。なんで海外と日本というふうに分けるかというと、大きな違いがいくつかあるんですね。その一つがお衣装ってやつなんですよ。で、私の最大の理由はこれです。日本の証券会社ってのはお衣装ってのがあります。お衣装ってのが、もしご存知なければ調べていただきたいんですけども、簡単に説明すると、何かの事情でロスカットが効かずに損失を出した場合に、お衣装といってね、証券会社の口座に入れてある金額、例えば10万円なら10万円、10万円じゃ足りない場合、追加で200万ください、300万くださいっていうふうに証券会社が追加で証拠金を要求してくることがあるんですよ。そうするとね、 FX ってのは自分の手持ちの現金が10万円なら10万円で、損切りができるわけなんですよ。損失の覚悟ができるわけなんですけども、日本の証券会社は何かの事情でもっと損害が出た場合、顧客にそのリスクを求めてくるんですよね。まあ、それによって2005年 FX が解禁された時にものすごい破産者が出ちゃったんですよ。で、それから国内の証券会社がその点で改善されたかというと、なかなか改善されてないんですよね。で、そうなった時に海外のお衣装を求めない、つまり何かの事情で大きな損失が出た場合、顧客にそのリスクを追加で求めるんじゃなくて、顧客には限定的な、つまり証券口座に入ってある金額以上のリスクを求めないような証券会社が海外にはあるんですよね。で、そこで私が選んだのが XM 証券という会社です。 XM 証券というのは他にもいろいろと選ぶ理由はあったんですけども、主には私が FX を一番最初に教わった与沢翼さんって方がね、いらっしゃるんですけども、その方が XM 証券を推奨していたっていうところもあります。以来、海外の FX 口座、ほとんど私は XM 証券以外使ったことがないので、理由の3つ目を申し上げると、他の選択肢を知らないってことですよね。ですので今でも XM 証券使ってますし、 XM 証券はデメリットとしてはスプレッドがね、ちょっと高いんですよ。要するに取引手数料が、ただその取引手数料の高さをもってしても、まあ、世界の有名トレーダーが使っていて非常に信頼が起きるってことと、サポートのレスポンスがすごく早いんですよね。そういったことと、やっぱりね、たくさん人と会って話すときに、まあ、FX で成功してる方って結局 XM 証券使ってるんですよ。その他デメリットとしては、海外の証券会社っていうのは課税申告が雑所得になっちゃうんですよ。つまり国内の証券会社を使ってる限りは20% プラス復興税ということになるんで、やっぱり税金っていうのが安いんですよね。でも海外の証券会社の場合、雑所得になるんで最高で 55% の課税をされてしまうんですよ。まあ、そういうことを考えると、利益が膨らんで膨らんで膨らんで年間で数千万円っていう金額になった時には、やっぱりその税金のことを考えると国内の証券会社の方を見ていかなくちゃいけないなっていうところで、最近はそういうふうな気持ちになってます。で、あと一つはね、そのお衣装の問題ですけども、ここ数年間日本の証券会社でお衣装を求められたって話を聞かないんで、もしかしたらお衣装問題も解決したのかなと思って、今年とかね、まあ来年ぐらいですかね、来年には私も国内の証券会社をちょっと選んでいこうかなと思っているところでございます。そうですね、そんな感じですかね。今までも何度もねお答えしてきたんですけども、今日こうやってね、ご質問いただいて返信するのが私の最新版の考えです。今まででほとんど変わりませんけども、付け加えるとしたら、国内の証券会社でもいいかなって最近思い出したってとこです。で、そうなってくるとね、ここから余談ですけども、国内の証券会社を選ぶ際に、DMMFX とかね、その他ビットコイン FX とかね、なんかいろんな証券会社やっぱりあるんですよ。で、それぞれスプレッド、手数料が安いのと利益が出しやすいんですよね。まあでも最初のうちは FX で安定した利益が取れるまでは証券会社どこ選んでもほとんど一緒なんで、まあお衣装を求められないところを最優先した方がいいのかなと思います。税金のことは多分ね、年間で数百万とかの利益が出だしたら初めて考えればいいことなんで、年間で数万とか数十万の利益の間はどっちにしてもほとんど課税されませんので気にしなくてもいいと思います。はい、じゃあ今回は以上です。